どうもこんばんは、 NM です。東京グルリーインボック、今回ですねアタッチメントの創作 S、 まあ難しいと思うんでね、今回は、自分の手持ちに、ガチャさんの SSR がいなくても、フレンドの有馬さえいれば勝てるぞというところをね見せていきたいと思います。ちなみにこのイベントさんのパーティーなんですけど、教習じゃねえわ、あ教習か、あの 教習じゃないわ、駆逐だ、駆逐で手に入れたこの EX 金木と、最近来たこの、スターバーストストリームアモンと、潜入アンテイクのヨモさんですね。まあ多分イベント新しい順に適当に育てたと思うんですけどね。ヨモに関してはまずレベルマじゃないっていうまあコーヒーはコーヒーはちょっと微妙な感じだったと思うんだよな。これどうやって変えるんだっけ、こうか。コーヒーはねブレイクがカンストしてない、アモンはね一応コーヒーカンストさせたのかな。あそこまで時間かからなかったこいつは。 EX に関してはコーヒーこんな感じですね。こんなクソ適当なパーティーでもアモンじゃねえわ、有馬一人いれば勝てるぜってところをね、見せつけていきたいと思います。なんでガチャさんの SSR なんて入れなくてもね、適当にイベントさんの、なんだあれ、防御タイプのやつ入れたらいいんじゃないですかね。スターバーストストリームアモン、そこか。確かね、確かこいつヨモのスキルが回復じゃなかったっけ、だったような気がするんだよな。ああ味方全体の HP を、15% も回復してくれるので、まあこいつ結構便利なんですよね。はい、それだけです。うおー、コンマ1タイミングが遅い、コンマ1タイミングが遅い。これでまあ、アニマのスキルを対応していけばいけるんじゃないですかね。まあ、途中気をつけなければいけないのがね、4層の入見さんのとこかな、アタックをね下げてくるんで、そこをちょっと気をつけて、倒していけばいいんじゃないかと思いますね。解説っぽいことをやりつつ、これやばいな、これちょっと待って、あのねこう把握してないんですね、ありまでいけると思って、味方のタイム、あ、OK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 、これはスキルブースト使って使いましょう。でアモンで吹き飛ばします。アモンじゃねえわ、アリマだ。アリマとアモンをさ間違えるんだよね。なんでお前ら二人アーから始まるんだよお前。どうしよっかな、これこっちちょっと一回ヨモで、あーまあまあ減るな、ちょっとこれで、はっ、おい避けやがったぞこいつふざけやがって、避けやがった。アモンこれで避けられてもだるいな、多いぞ、ぬぬぬ、イエイ、ほいほい、まあ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 いいだろう。あーでもそうか、これ金木のブーストのターンがちょっとあれだな。アモンのスキルはね確かこれ 300% じゃなかったっけ、400だっけ、300か400の敵単体ダメージなんで、ちょっと次の対象で活かせそうだから貯めておいて、指揮者アリマ気に入ってる、指揮者アリマで一回アリマのスキル使ったから、これが今次単体になるんだよ、単体の大ダメージになるから、そこでイリミさんを使いたい、イリミさんにぶち込みたい、アリマの全てを。あこれ9万か、なるほどなるほど、せいせいせい、援護します。ちょっとこれ金でブースト貯めたいがたまらない。次イリミさんだと思うんだよね。ああでこいつを全力で吹き飛ばす、じゃないとこいつ永遠に毎ターン毎ターンあれ使ってくるんで、あのアタック 70% っていうやつ、 70% のダウンさせるやつ使ってくるんで、あれあれどうしよう、これアモンで吹き飛ばせるかな、微妙だな、吹き飛べ吹き飛べ、 OK、 金木のあれを使いたいんだよな、バフを。まあね、そうこうしてるのは最終フロアっすよ。そうだな、結構きついんですよね。でもこれね、あのね、あの窓さんを倒したいんですよ僕的には。そううまくいかないんだよな。どうなんだろう、金気を下げて、コンマ1タイミングが遅い、コンマ1タイミング
や微妙なんだよこれ。アリマさんでこれ次アキラとマドさん2人になっちゃってるから、一旦ここ置いて次のブレイクでスキブもたまると思う。いやーでもな、次のやつで金木もバフかけてスキブでっていう感じで有馬のスキルを発動させたいんで、ちょっとこれヨモさんのあれ使おうか。これ出血状態とかで回復できるっていうこの超有能なね、このヨモさんのスキル、ちょっとやべえぞこれ。あぶねえ、これ混乱とかされたらあれだっけ、スキルってあれなんだっけ、あれだっけ、あの混乱とか、これ出血してるよね、出血ってあれなの、あしくった、あしくったんだけど出血ってあれなのかな。いやスキブ使えてんだよな、ちょっと待って。でもこれねアリマン下げるわけにはいかないから、僕が行きます、スキル使ってブースト、おっと危ない、ブーストかけて、これやべえ負けるぞこれこれアリマの強さを見せつけるっつってさ、これ負けるぞ。え、次単体だったっけ、全体じゃなかったっけ、まあいいや、OK、とりあえずこれでマドさん処理。あーブレイクしてんのか、結構だるいな、そんな減らない感じね、 OKOK、せい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 をよく見ろ、せいで溜めて、ザン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 、たまらない、でもまあ2発やったらたまるでしょう、よいよい。ここでスキブプラス EX カネキのバフで168万、これですよこれですよ、この今の現環境、アリマさえいればイベントさんの SR と、まあ駆逐なんだ、駆逐で手に入れた EX カネキのまあバフ、まあ別に EX カネキじゃなくてもいいんですよ、SSR の重蔵なりマドさん、まあ SSR 言っちゃダメか、まあバフかけ要員のイベントさんのやつがいてね、そいつでもいいんですよ別に、まあ、下手したら今の試合じゃねえわ、今の何イベントのやつバフいらなかったっすよ正直。ええというわけでね、今の現環境有馬がいれば何でもクリアできるということで、証明できたんじゃないでしょうか、難しいと思ってる方、パーティーをですね防御タイプブレイクなんで固めるかなんなりして有馬を起点にしていってみてください。というわけでお疲れ様でした、また次回の実況動画でお会いしましょう。